だからまあ、今日のテーマ、こんなことめったにないっていう。うん、まあ、そんな難しいことでもないんです、はい。めったにないことがあったっていう。めったに食べへんもん食べたでもいいんです、うん、めったに買わんもん買おうたでもいいですし、うんうん、めったにいかんとこ行ってこんなんやったでもええし、うん、めったに会わん人とおったらこんなんやったとか、うん、そういうのある？こんなことめったにないですか、うん、私もその、YouTube 生配信やってるんですけど、はいはいはい、そこで唯一来てくれるイタリアの方がいらっしゃるんですけど、唯一っていうのは一人だけなの、はい、イタリアの方は唯一一人です。じゃあね、おかしい何人か来てくれてるやろ。はい。配信にはたくさん日本の方とか来てくださってるんですよ。そうやろ。はい。俺なんか、だから、海外で唯一やったらわかんねん。はい。唯一言うから、俺一対一でやってんのかな思って。生配信。それやったら会うたらええやんか、言って。ちゃうねん、ちゃうねん。一対一やったらな、会うたらええやんか。違うやん。いっぱい来てくれないんだよ。いっぱい来てくださってる中で。海外の方が、まあ、唯一かどうかわかりませんけども。はい、いや、もう、あれ、出てるんですよ。1% って。イタリアが 1% って、出てるんで。イタリアが 1%。あるんだ、そういう。出るんですよ。聞いてる地域の。はい。出るの。そうなんですよ。その方がほんまこんなことめったにないなって思うのが、毎回生配信を楽しみに来てくださってて、うん、言ったら日本語、私日本語で、向こうはイタリア語で、日本語全くわかんないんですよ。嘘やろ。いや、ほんまなんです。やのに私の配信に来てくれるってなんなんやろって、私本当に不思議で。そうや、なんでイタリア語でしか、イタリア語しか喋らへんの、わかんない。コメントも全部イタリア語で最初来てて、で読めなかったんで、その来てくださってリスナーさんが略してくれてこう分かったりしてたんですけど、うん、結局なんか向こうのイタリアの方は私が喋ってることに対してコメントでイタリア語に変換、うん、イタリア語を日本語に変換して日本語で送ってくれるんですよ、うん、でそれで私はあなたのことを応援していますみたいな、すごい純愛というメッセージをすごい投げてくれてて、イタリアの男性の方なの？男性の方です。ほんでなんか、明日はポンちゃんのためにお花を摘みに行きますとか最後までメッセージ打ちたいんでちょっと待ってくださいとか日本語で書いてくれるんですけど、うん、たまに翻訳が変な翻訳してきて、うん、なんかあなたは日本の希少ななんか地下のなんかみたいな変なコメントになったりすることがあるんですよ。ごめん、笑ってんのお前だけで。そうでしたね、うん、私だけでした、はい、でもなんかほんまそんなことでめったにないし、まあな、海外でもイタリアだろ、はい、時差もあるでしょ。時差7時間ぐらいあるんですよ。どっち向こうが早いんか、だから夜中になるってことか。朝になりますね。私が7時半に YouTube 生配信やったら7時間なんで、そうですね、朝っていうか12時回って夜中とか。に見てはんの？はい、なんかもうすごい時差があるんで、やのになんかこの、逆やったら見ないじゃないですか。イタリアの男性が。っていうか、なんでお前を見つけれたかや。イタリアでね。そうなんですよ。俺、イタリア人でね、その、35歳ぐらいの女性でね、はい、で、物あんま知らん人の生配信見つけられる？そこどうたどり着いたそこ行くの？そうなんですよ。ほんでしかも見続けないじゃないですか、わからないのに。うん。そうなの？そうです、はい、見つけ、はい、ダンディーな男性ですよ、紳士な。なんでわかるの、ダンディーなって。写真があるの？写真載ってるんですよ。アイコンに写真載ってる、はい。ご自身のアイコンなの？それわからへん。それわからへん。そこが謎やな。そこが謎やな。はい、あれ好きなのはいけるもんね。はい、ああ、そうなんや。まあでもそういうのはあって。はい、まあでも、ね、さあじゃあもう、さあいっぱい、スーさんからいただきました。大阪市57歳。お三人さん、こんにちは。こんにちは。私のこんなことめったにないですが、年とともに街で道を聞かれたりすることが多くなってきたのですが、うん、先日、見知らぬ女性から、姉ちゃんちょっと目見てくれへん、さっきから痛いねんけどなんか入ってないかなと声をかけられました。私はびっくりしたのですが、その方の目を見ても何にも入ってないみたいですと言うと、あ、その方の目を見てね、うん、何にも入ってみた見て入ってないみたいですと言うと、何も入ってないやったらそれでええねん、ありがとう、よかったわと言って自転車で走り去っていかれました、うん、男性だったら怖いのですが、おばちゃんだったので見てしまいました不思議な体験ですという。そうやな、おっさんだけは怖いわね。確かに。ちょっとね、顔近づけるのも怖いですよね。見てくれや。うん、でね、ちょっとなんかされたらね、こいつ何してんのお前、おいってなるよな。うん。実は俺がポンチョ見てくれって、目があって近づいたらどうやんの？ちょっと遠目で見ますね。遠目で。それか、こう、携帯のカメラ構えて、こう、拡大して、ちょっと遠目から。そんな見方あるのさ。ちょっと、力ないでください。力ないでくださいって。写真パシャって撮って、で、それをアルバムまで行って、ガーッと大きして、ね、写真で見るんやって。はい、やっぱ、直でね、ミントね。直で見てほしいと思ってるでしょ。見るならちゃんと、ちゃんと見てほしいと思う、ね。そりゃそうや。もう、だって、こんだけラジオやって、はい、も、写真で見るって言われてんねんから。道端、親父ども、道端で何本目いたかって、でも女性には絶対言うなよ
絶対だかんねん。ねえ、気味悪がられる可能性もあります。言うんやったら親父に言うて。ポンはどうなの？もし彼氏とかあったらこう。いや、私心配性なんでめちゃくちゃ心配しますね。何を心配するの？もっと欲しいぐらい。大丈夫？病院行かんでいいとか、なんか薬買ってこようかとか言いますね。過保護になるかもしれん。過保護。過保護？はい、になる。過保護やろ。はい。過保護って言うから、俺またね。過保護？アミーゴみたいな。なんか、アホーガオって言ってて、てれってて、てれってってて、もうなんか新しい言葉やもんね。てててててて、カホーガオてて、てれってて、てれってて、めちゃくちゃアホやわ。ほんまに。俺も自分のこととことんアホや思うねんけど、もうね、もう背中、後ろまで来てる。俺トップや思ってね、アホの。ABC ラジオでね、言うたら、学もなきゃ、物も知らん、もうね、言葉もわからんし、っていうので、俺トップ走ってる思って、パッて見たらもう後ろおるわ。もうね、後ろというよりは並走してもらえばいいよ。横で、ガホーガオって言って。めっちゃええコンビになってますよ。これね、やめてくれ。ガホーゴや。ガホーゴで。え？ガホーゴで。力抜いて。そうかも言えへんねん。ガホーゴでね。わかりました、わかりました。みたいな。ふてくされて。ガホーガオって言われすぎて。いじんな、じじいって。もう分かった。一個しがみすぎやねん。って。もうすぐしがむね、このラジオのこのおっさんは。って。これまたいい夜でって心の中で思ってる。1時半頃いい夜はまた過保護。思ってる思ってる。怖い女やな、ほんまにな。ファニーラポンのなるほどねワールドシーズン16。このコーナーは、気持ちは17歳。実年齢は35歳という世間知らず。ファニーラポンこと、あやつれポンさんに、なるほどね、と、少しでも、教養を身につけてもらおうという救済企画です。ファニーラさん、今日もよろしくお願いいたします。お願いします。まあ、先週もお肉は出なかったですけど、はい。ね、もうお肉出てから約1ヶ月が経とうとしておりますが、はい。もう出してもって結構ですから。そうですね、1ヶ月も経とうとしてるので、急いで出したいと思います。ね、同じことを2回言ったというだけの話でございますが、はい、問題は皆さんからいただいた問題をランダムに私が引かせていただきます。運の要素がありますね。チャレンジは1日2回まで、5問連続正解でリスナーの皆さんに長井の大器屋さんの美味しいお肉をプレゼント。はい、お助けカードは上の層のみ使えると。お助けカードは5問目、4問目、5問目には使えないという、まあ、特例はあります。はい、はい、5問目は番組スタッフおりょうちゃんがセレクトした問題を出題します。失敗すれば1回目に戻るということで、はい、さあ行っちゃいますか。お願いします。さあ行きましょう。こちらですね、鼻とじゃあ目と鼻の先駆けさんからいただいた第1問問題です。三角形の面積を求める公式を答えよ。はい、まあこれは何回かやったよね。やってますやってます、大丈夫です。これは多分ポンさんはこれは余裕だと思います。さあそれではもう答えてもらって大丈夫でしょうか。はい、どうぞお願いします。底辺×高さ割る2。はい、正解でございます。いいねいいね、ちょっと余裕感があるのがいい。はい、よかったです。この1問目に持ってこいな。1問目素晴らしいですね。答えやすかったです。よっしゃ、じゃあ次こちら行きましょう。こちらですね、おまちゃんからいただいた第2問。漢字の問題です。魚辺に弱いと書いてイワシ、はい、魚辺にあるあるなしのあるですね、はい、と書いてマグロ、はい、では魚辺にどう説明したらいいんだろう。うまい、はい、うまいはひーにひーですね。そう、ひーにカタカナのひーに、はい、あの、はい、ひーね、魚辺にうまいは、はい、わかる、はい、なんと読むでしょうか。どんな字になってるひー、魚辺にひーにひーが下です。そうそうです、はい、そうです。それでなんて読むかよ。読む、ね、よく見かける字ではありますね。ちょっと待って、怪しいよね。怪しいですね。よく見ますけど怪しいですね。ちょっとでっかく書いてみて、その漢字が合うてるかどうか宇野さんに見てもらって。はいはい。魚辺に、うん、うん、書き順、うん、ああ、そう、まあまあそうですね。うん、上がちょっとカタカナの日みたいで、下はあの日、一日、二日の日ね、うん、日の日、ね。見たことあるでしょう。見たことありますね。ありますね、うん、あります。自分で書いたらちょっと分かりづらいですけど、なんかよく見ます、うん、そうですね。まあ今は何を思ってるんですか。アユではないんですよ。アユではないねんな。アユではないのは正解ですよ。アユではないということは。ないということやもんな、うん、ほんで
サワラかもしれないということですか、はい、いやあれ好きですか、お寿司は好きですか。お寿司好きです。あ、よくお寿司行きますか。はい、行きます。あ、誰がお寿司の中で何が一番好きですか。サーモンです。サーモン美味しいね。鮭か、鮭、鮭ね、なんて読むやったやろ。さあ、サワラ、サーモン、あんま苦手な寿司はあまりないです。ないの。光ってる系ですね、これ多分。光ってる系ということでございますが、さあ、何やったっけな。むちゃくちゃヒントです。それは寿司ですか。魚辺にイワシは、イワシは、弱いはイワシ、あるはマグロ。寿司ですか、何ですか。魚辺にうまいは何と読むでしょうか。どうぞ。使います。いや、あかんよ。なんで。あ、ヒント出たから。もうこんだけ言ったから。何でもいいよ、答えてください。どうぞ。サワラ。残念やったな。はい、何やったんやろ。兵頭さんがずっと答えを言ってはりましたよ。寿司。うん。いや、やれ。寿司やんか。めちゃくちゃ騙し問題でしたね。最初イワシ、マグロと聞いて何と読むでしょう、まあ、せめてさ、せめて引っ掛けって言ってくれへん。そうです、ね、騙し問題ってものすごく人聞き悪いんです。いや、引っ掛けでもないよな。そうですね。寿司が好きやったら、ほら、あの、お寿司っていう字、寿司いう字ありますね。ことぶきの一番さんの寿司もあるけど、はいはい、こっちの寿司ののれん見てもまた、うまそうじゃないですか。はい、うん、ね。ちょっとイメージが変わるもんね。変わる。うんうん。だから見たことあったんか。そうですよ。はい。散々答えを気持ちよく言わせていただいたんですけども。はい。ね、寿司は何が好きですかって、はい、うん。それは寿司ですかって聞いてはりましたね、最後ね。さあ、というわけで、はい、仕方ありません。気を取り直してください。はい。行きましょう。まだ上の空は残っています。はい。行きましょう。まずこちら。小次郎さんからいただいた第一問。算数の問題です。掛け算の6の段を言ってください。はい、これはもう、ね、はい、お得意です。はい。もうシンキングタイムいらんぐらいですからね。もうそのまま6の段ね。はい。はい。お願いします。最初からお願いします。うん、6、1が6、はい、6、2、12、はい、6、3、18、はい、6、4、24、はい、6、5、30、はい、6、6、36、はい、6、7、42、はい、6、は、56。アウト！なんで？六八八八六四十八やん。アウトですか。六六八四十八。アウトですね。アウトです。嘘でしょ。アウトでしたね今。六。いや、もうアウトです。アウトですか。六八五十六から、はい。そうですね。わざとでしょ。笑わそう思ったんでしょ。ちゃいますよ。ちゃう。テンポよく行こうと思ったらちょっと、はい。テンポよく行こうと思って間違えてしまった。六の段。四十八ですよ。いや、7の段言うてみんや、テンポよく。7、1が7、うん、7、2、14、うん、7、3、21、うん、7、4、28、うん、7、5、35、うん、7、6、42、うん、7、7、49、うん、7、8、56、うん、7、9、63です。いけたよ、7やったら。はい、だから6を選んだっていう、小次郎の。すごいね。すごいね。うん、そうですね、6の段。苦手やった？いやいや、全然、あの。いや、間違えてるやん。全然っていうのは答え切った人が言うんですよ。もう一回行く？サードチャレンジどうするからさ。ポンポンと行く。行こうか、せっかくここはまだ盛り上がりも全くないし。はい、そうですね。ちょっと音と。まあ、あの、ダイソー三つ国から、はい、ね、万波急行の路線図が届いたんで、それ駅読み上げてもええんですけどね、一個ずつ。こんなに駅があるとは思わんかった。びっくりした。これ後でお料理ツイッターに載せてもらいます。ぜひぜひ。はいはい。じゃあもう特別サードチャレンジ行こう。さあ、こちら。もうこちらでいきますか。はい。行きましょう。アルタイルに、アルタイルさんからいただいた第一問。漢字で、うん、海の豚と書くと何と読むでしょう。海と豚です。一文字、海、豚って書いて。海、豚や。酢と豚はない。え、酢豚ですか。そうです。いい感じです。酢豚です。はい、海と豚です。スタジオと書いて豚と書いたら私たちの方です。スタジオと書いて豚って。豚にって書いてある。豚に。豚にと書いたら私たちのことです。使います。使うん、ここで。ここで使うん。
ヒントで行かれへんか、うん、ねえ。スタンバイしてますけどね。どう、もう使う？ヒント使う？ヒントで、使います。使う、はい、じゃあもう、上野園もうしゃあないわ。知らんで。はい、ではもうすいません、お答え。答えいきます。海の豚と書いて何と読むかお答えください、上野園。フグ。え、ちゃうわ、ちゃうわ、ちゃうわ、いるか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 やったよ、いるかやったよ、いるかやったよ、いるかやったよ、そこでいるかやったよ。なんでフグ言ったよ、なんでフグ言った、なんでフグって、そこで、まあ、そこまでいる、ポンが入ってきた、ポンが入った、呼ばれた瞬間、ちょっと待って、なんで思ってたんでしょ、いるかって、いるかと思ってて、なんで、で、フグってぶ、川やなと思って、川の豚がフグね、そうですね、山水の川の豚がフグや。なんか、その、豚の話したから。失礼だ。フグも豚やなぁと思って。フグも豚やなぁ思って。知らんでーって入ってきたんですよ。知らんでーって入ってきた。ほんまに知らんかったよ。ほんまに知らんかったよ。今日何なんですか、これ。ふにゃふにゃでしたね。あれ？あら。時間はまだまだあったのにね。でももうこれでもうサードチャレンジ以上行くともうギリがなくなってしまいますんで。ちょっとプロデューサーとどめ刺しましたね。めちゃくちゃおもろかった。ええー。いるかいるかいるかこれはちょっと、やってまいりましたね。あの、皆さん、今回のラジコチェックは、知らんでーって入ってきたところです。あの、プロデューサーが、知らんでーってもう答えたところです。はい、もう奥さんの説教決まりです。今夜。ふぐっていうところまで一連で聞いてください。めちゃくちゃ笑えます。残念、はい、また来週。皆さんもファニーレさんに答えてほしい常識問題お送りください。問題と答えを添えて送ってきてください。お待ちしております。以上、なるほどね、ワールドシーズン16。